まあ私は言ったように、この地球セットを捨ててね、南極外に、南極北極の外に行った方がいいと思うね。うん、あそこにやっぱり違う領土があるっていうか言われてるからね。なんかカルト諸国の親分もそこにおるらしいよね。やっぱり洞窟の中におるって言われてる。うん、そうかも悪いけど、こいつも悪いけど、もっとすごいのが起こったね。うん、ね、このね、外空でね、やっぱ蓋がついてるからね、夜は暗くなるんだって。うん、今日本も蓋開けようとしてるらしいんだけどね、今でらみんな、あの、亡くなった人とか成仏したことないんだって。だからあっち行ったりこっちの生まれ変わったりするんだって言ってたけど、もうこれから生まれ変わることないんですよ、一回こう亡くなるとね、蓋が開くから。まあ、いや、みんなさ、なんかさ、なんかよくプレゼント交換するでしょ、あの箱に入ってる感じですよ。アメリカとかニュージーランドとかあるでしょ。だけどみんな小さく、本当はね、ドラえもんのビッグライトってあるでしょ、あれと一緒でみんな小さくされてるんですよ、こうやって。うん、日銀とかほらアメリカのね、あの建物でもこんなでっかいのあるんですよ。開けんのはね、あのあれですよ、今日本でもやってるんだって。あのアメリカはもう開いたらしいの、一部ね、一部。だからほら、イーロン・マスクさんが他の星に行けるようになったと言ったもんね、公式でね。45億年かかったってだね。なんか今までこう、今の多分体も溶け出すんじゃないかな、あのなくなるっていうこと。10月多分何日になくなると思ってるんだけど、私の予想ではね。あのあるアーティストもそれ出してるからね、そのメッセージ出してる。私よくツイッターに上げてるけど、そこのアーティストですよ。うん、多分世の中変わって、インターネット変わったらね、出そうかなと思ってますが、今のインターネットシステムじゃね、いや、そうかなっていう考察は出せないけど、一応ね、ツイッターによく上げてるんですよ、そのアーティストの曲は。うん、プロモーションビデオ見てみたらって。うん、学校に行っちゃいかんよってやってるじゃないね、歌であるじゃん。うん、自分でコントロールしなさいよって、セルフコントロールじゃないけど、それですよ。うん、子供たちはみんな暗い症状でね、トンネルで歩かされてるじゃないと一緒ですよ。うん、まあトランプさんも人身売買そろそろ出すって言ってるからね、あと今月いっぱいじゃないかな、出すのはな。映画館で今やってるじゃない、それはね。うん、日本だけなんだけど、日本もやってるんで、一応人身売買の映画だから怖くて見に行けないの。こっちもやってるよ、本当に。子供がね、あの誘拐されて何されてるかっていうね、映画ですよ、あれ。本当の話でね、で大衆も世界の人が見ちゃってるのね。うん、日本も今やってるよ。だけど配給とか投影とか邪魔してんじゃん、やっぱフリーメイソンだから。なかなかね、あの全国やってないとこもあるらしいんだよね、見たいのにって。あの子供はこうやっておるでしょ、お父さんとお母さんいるでしょ、そこで連れ去られてんですよ。それで何されてるかって映画ですよ。うん、まあそんな感じの映画です、ありますよ。うん、でインターネット回線なくなって、言論統制なくなったらはっきり言おうと思うわ。子供はこう、親とお父さんが生まれるでしょ、で子供連れ去られてるんですよ、これ。明治から、明治天皇が子供を、あの女の人をまず売ってたんですよね。うん、明治天皇がまず女性を売ってたんですよ、これ。あ、女性生まれたな、外貨手に入れるでも売ってたのね。で今親もね、売ってるとこあるんですよ、これは。明治からずっとやってたの、あの子供を売るために、お金入れるために作る人もいるんですよ、子供を作る人いるの。まあ言えばね、馬とか、あの牛とか、あれと一緒ですよ。で自分で見に行ったらいいんですよ、映画感想だったらね。あの、なんて名前だったかな、ちょっとし後で出せばいい、見たい人おるんだったらね。あの、見たら恐ろしいなると思うけど、私は見に行かない、知ってるから。うん、見に行ったらもう引っかかると思う、あんまりリアルすぎて。怖いもん。まあ、ワンピースで言えばこれ、うん、食べられましたね。うん、ウェアハウスになったんだけどね。うん、